ろそろそろそろタリーのタイプでですね。で、もう一つ上のなんか作業をしたいという方にはこういった開閉して足を上げていくようなタイプも人気が出てきますね。あとはこちら新型のハイナなんですけども、今日はこの上の商品で前の新型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 がありますからね。4年の方のあれでも向こうにあるんですよ。これらのなんかちょっと値段の商品なので少し安いので、見比べていただきながらですね。普通のハンナと変わったところはこのハンドルの高さ、そしてエンジンですね。そうですね。これは高いの
の物質としましては、トラクター開発販売以外にもですね、乾燥機、乾燥機、あと色彩選別機、また玉ねぎ、無地を使われている方向けにですね、玉ねぎの移植機、並びにコリコリ機、熱機、あとは別機に乾燥機、マップを見るだけで補助の生育村を確認することができます。
あ、近藤さん、近藤さん、日本宮の姿です。ちょっとお はい、後ろがスパイクローラーついてます。カゴとかやっぱりサイド性が、はい、やっぱりどっちかと全然違う。はい、ただ、でも、
できるようなものとなっておりますで、以前の鹿児島の地域東京のシステムは、いくらその設定画面が英語表示のものが残っていたりとかで、一部使いづらいところ若干ありましたけれども、今ご紹介しております CHC ナビであれば、すべて日本語表記になっておりますので、どなたでも使いやすいものとなっております。本日はですね、皆さんに分かりやすいようにハンドルが一人で動いている様子をご覧いただいております。こちら、以前のブラックをかけまして、トラックが回っているようにハンドルが自分で動いてくれるようにというものになっております。しやすいですし、中を見ていただいたら、あの終了センサーと、あと水分を測るセンサーが中に入ってますので、はい、もう今グレンタンクの中にどれだけもみが入っているっていうのも画面上で確認ができるようになってます。
ください。